はい、おはようございます。おはようございます。こんにちはですね。今日は、久々の、酒パワーでの中継になりますが、川越の方に来ています。で今日はなんと、DJ ラオウさんと、はい、フェン君も一緒させていただきます。 DJ ラオウでーす。なぜ川越に来たかと言いますと、今日はお祭りを見に。そういうことです。でももう駅前すごい人ですね。浴衣着たお兄ちゃんが彼女来るの待ってました。来なければいい。ずっと待ってそんな感じの今日の川越ですけど、横にいらっしゃる2名が、ニュークラウン2号店の、おーちゃんさんどちらになりますか。今はいらっしゃる。おーちゃんさんちょっといない。じゃあレッドとブルーさん。レッドとブルーですね。はい、一応リーダーのレッドさんとイケメン担当のブルーさんということで、よろしくお願いします。R&B ですね。はい、R&B です。R&B で行かさせていただきます。で、今日来たのは、まあ、宣伝になるんですけど、クラウンさんに来週の土曜日ですね、8月6日、何ですか、ポスターをちょっと千葉さん、千葉さんにちょっと向けてもらっていいですか。8月6日土曜日、ニュークラウン川越店に DJ ラオウ&ペン来店決定です。来ました。来ました。はい、このポスターが悪そうな顔してね。悪そうな顔ってすっごい悪そうな顔ですよね。今まで以上に。今までなのジャックセオってこの日来店されて朝から、一緒にプレイヤーとしてはい、ラオウさんもフェンさんもやっていただくっていうような企画になってます。で当日なんですけど、抽選時間とか入場の9時35分までにお並びいただいて、はい、でその時に、抽選準備券というのをお渡ししますので、はい、そちらもらっていただきまして、はい、45分から抽選を受けていただくという形なんですね。35分までに、はい、お並びです。来て、はい、分かりました。はい、で35分までに、ラオウさんとフェンさんも来てますんで、はい、まあ、ちょっと前後の人は話しかけていただければ。そうですね。そうですね。もし良ければ、我々で良ければ、僕いつもね、はい、カバンの中に、はい、いつでもサインするようにサインペン持ってるんですけど、誰でもね、誰もくださいって言ってくれない。これは何人と言って、できればちょっと声かけていただけるか、まあ、僕も天才だみたいな。アンさんがちょっと絵とかもお前上手ですよね。よくイメージ出ますけど、そう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 ですね。一緒に並んで抽選を受けてもらってって感じだと思いますので、はい、でさらにちょっとなんかさっき店舗の方も話してて、まあ、4日に新大会があるということで、はい、新大も当日来週ありますんで、ちょっと言っても大丈夫ですかね。大丈夫です。はい、一応4日の入れ替えなんですけど、銀河鉄道、39、京楽、パチンコリオ、何よね、はい、そしてシアリングリング出たリングリングはねいいですよね。はい、かなり怖いですね。まあ、節電ですからね。あ、涼しい夏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 、ね、夏に多分ね、前作がねもういいっすか。いや、長い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 。あと、花マンの、これ天の字かな、天の字かですね、花マン会。あとスロットも、風の用心も来ましたね、風動機から。そう、それがね、また前作でね。はい、それ長い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 。むしろ、前作で長い。あと、コモちゃんですね、ドライバー人気の、はい、そして、グラデュース、グラデュースよ、グラザもありますからね。あ、グラバーしてで、この新台もありますね。もちろん既存台も、ラインナップ、まあ、ラインナップの方はホームページで確認していただきますけど、かなり、集合性しっかりしてますんで、うん、ちなみになんですけど、ラオウさんはパチン
行多分打たれると思うんですけど、はい、あのこれだけ身体入るとして、まあ、抽選が、まあ、割と狙い通りいけそうだなと思ったら、狙い的にはどれどの辺ですか？そうですね、多分僕打ちたいのは、はい、多分1番、2番取れないと厳しいと思うんですけど、はい、バラエティのモア、はい、いや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 モア1台しかないから1台しかないから多分1番か2番取れないと厳しいと思うんですよね。パチンコを並んでいただいた順に入るんですよ。なるほど、ね、スロットだけで中心スロットだけで、なるほど、ね、僕のネタ台無し台無しどこ来てもモアやモアちゃんと。ちなみにあのラオさんドットが好きなんですから、それだけですね。この前は他の信頼とかあるのに、たまたま一緒に仕事したときに、凄腕出してた。伝説の凄腕。面白いですよ。面白い。面白い。なるほど、そういう狙いなの。信頼じゃなく、まあ、空いてれば。そうですね、いや、だからやっぱり競争率激しいです。空いてればですけど。空いてればですね。まあでも、当日はいろんなの打たれても、途中前とかもありますんで、その辺は。だってみんな一回5枚に取られてるかどうか見ないから、見に行く。チって感じで、次の台を取られてるから。そういう、毎朝そういうのある。そうですね。すごい人に、何言わせてるんですか？俺にはいいけど。まあでも、あのパチンコは、まあでも、あれですね。ぜひラオさんの始まりも私ちょっとよく見ておきたいと思いますので、ペンさんもこれはもうちょっと信頼が入りますからね。まあそれ取れれば信頼に行きたいな。めちゃめちゃ山々あるんですけど、今はやっぱりモンキーターン。ああモンキーターン。モンキーターン打ちたいですね。ちょっともし隣とかになった人はいろいろ聞いてもらえれば。全然しないとこもありますんで。そしてなんかそのパチスロ講座的なのは朝とかやろうと思ったんですけど、ちょっと導入とかの時間バタバタなんで できないかもしれないんで、少しなんかそれは後で考えて、せっかくあの来店された方にネタじゃないんですけど、ちょっとマル秘情報みたいなのが あれば、マル秘情報でその遊戯台の解説的なのであればと思いますんで、まあ、モンキーターンなら何聞いていただいてもそうですね、あのブインモンキーのやり方が右の重心の書き方から何からいきますからね。じゃあ、当日エアモンキーやったら、ちょっともうこういうこと、ないことないじゃないですか、なんか、ものまねも上手で、そうですね、当日9時35分には来ていただければいいですね。さらに、なんか8月6日、さっき、プチ情報では、川越ではなんか花火大会とか。花火大会花火大会があるってことなんで、でね、ぜひ朝、クラウンさんに来てもらって、ラオウさんとかフェン君を見た後には、花火と。なるほどですね。ビールを飲みながら花火を見る。え、この辺でやるんですか？公園があるんですか？川越の花火。そうですね。沼が。あ、沼が。うん、なるほど。じゃあ、なんか毎週お祭りとかやられてますもんね。よくやってますよね、当初番組もしてる。すごい人間なんで。毎週も。名前とかあるんですか？花火大会。川越のグレート花火大会。絶対違う。なんでグレートなんですよ。名前。なんでグレート全然浮かばない。グレート。特に名前はないんですか？ちょっとわかんないです。ちょっとその辺は、後で。調べて、見ていただければと思います。はい、月6日、ぜひ楽しみにしてもらって。あとなんか店舗の方、その、なんかあります？こう当日、家賃ででっかい花火をお店で打ち上げちゃいます。花火大会です。花火大会ですよね。はい、花火大会を、やりますんで。まあ、本当、すごく今日も、お客様いっぱいにやってましたんで、ね、外もお店も、花火を盛り上げて、参ればと思いますね。あと通路なんかも結構広くて、なんていうんですかね、こう行き違いすごく居心地はすごい良かったです。コロナだけちょっと大きな必要です。コロナだけまだですよ。やばい、もうやばい、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 こいつ曲がるために結構あるよ。エアモンキーを乗せますんですよ。そうですね、そんな感じで、
ルさん、あれですか。いや、多分シャイブルシャイブルさん、なんと、発言したら来たことそうですね、来週、もう1週間、来週ですね、ちょうど来週の土曜日、クラムさんに、ラオさんとベン君いらっしゃいますので、はい、ぜひこれ、来ていただいて、いろいろ楽しんでいただければと思います。はい、まあ、じゃあ今日も放送終わりたいと思いますので、じゃあ最後はラオさんに締めて。よかった。ここで来た、ここに来た。8月6日、土曜日、私と、私 DJ ラオとペンが、はい、川越駅降りて3分ぐらいですね。そうですね、3分かかないですね、はい、ニュークラウン川越2号店さんの方に、伺いますので、はい、もしよければ楽しみにパチンコパチスを楽しみに、捉えてくださいということで、はい、ありまして急に、はい、じゃあ決めゼリフで、はい、See you. Bye bye. あれ、終わりですか？